アルビレックスは市場停止の矢野の代役にチョ・ヨンチョルが先発。ガンバは怪我で出場が微妙だった遠藤が強行出場です。開始早々の前半1分、ガンバが縦に素早い攻撃を見せます。シュートを放ったのはルーカス。ルーカスは4月29日以来のゴールです。いや、これはスーパーゴールじゃないですかね。これワンタッチワンタッチできて、このトラップから の, このタイミング、間の取り方うまかったですね。これコースも絶妙ですけどね、さすがルーカスという感じのシュートですね。この後アルビレックスが反撃します。33分、今日先発の酒井からマルシオリシャルです。ここは惜しくも枠の外。39分は松下のクロスに大島、これもゴールなりません。アルビレックスが徐々にペースをつかみ出した42分でした。ガンバが隙をつきます。レアンドのクロスに二川、ガンバ追加点です。いや、これは二川がよくこうボールによってダイビングヘッドなんですけど、あまり得意とするプレーじゃないと思うんですけど、よく入ってきましたよね。そしてやはり叩いたところが大正解ですよね。ガンバ2点をリードして前半を終えます。後半23分、アルビレックスの左サイドからの仕掛け、酒井のクロスにガンバの遠藤がまさかのハンド。このペナルティーキックをペドロ・ジュニオールが決めて、アルビレックス1点を返します。さらに35分のアルビレックス、後半途中出場の新加入選手エベルトン・サントスが抜け出します。アルビレックスはこの後も同点ゴールを奪うことができず試合は終了。ガンバは2004年6月以来の東北電力スタジアムでの勝利です。